懐かわしいなの、ひよこ群集合はい、ということで、7月1日、ひよこ群集合第33回の配信始まりました。この番組は、学習月曜20時に、懐かわしいなの近況や最新情報をお伝えしている実習ラジオです。もう、7月ということで、えー、7月はですね、いろいろと目白押しなので、いろいろと改めて整理していきましょう。私もわかんない。私もね、ちゃんとね、あれ、あれ、どっちが先だっけみたいになっちゃってるので、ええー、いろいろと整理していきましょうね。えー、まずは、えー、 え、懐かしいなサードライブツアー2023-2024ケーブルモンスターのライブブルーレイが発売しますよ。えー、こちらは7月17日に発売されます。えー、初回生産限定版にはライブ全曲収録に加えてオーディオコメンタリーとツアードキュメンタリーを収録通常版は、え、お安くお買い求めいただける、え、いやつです。<laughs> あの、もう映像だけ入ってます。はい。 よろしくお願いいたします。そして、そ、こちらの、えー、ライブ音源の配信が、えー、順次先行配信中ということで、えー、本日の、 24時からは、えー、EP03-2、やさぐれ優等生が配信開始となっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。えー、こちらいろいろね、キャンペーンがありますよ、えー。事前登録キャンペーンというものがあります。えー、Apple Music や Spotify で視聴されている皆さんは、事前登録をしていただくと、ジャケットを使用したオリジナル待ち受け画面をプレゼントしています。えー、各 EP の配信前1週間の間だけしかもらえないデザインになっておりますので、お見逃しなく。 そしてダウンロードキャンペーン。こちらは、えー、各配信サイトで4つの EP すべてを購入、ダウンロードして応募いただくと、応募いただいた方の中から、えー、あ、じゃない、応募していただいた全員に、えー、プリントサイン入りのオリジナル待ち受け画面。さらにその中から抽選で22名様には、えー、EP03 の楽曲を決める動画に使用した楽曲のタイトルパネルに直筆サインを入れてプレゼント。 ということになっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。えー、7月17日のブルーレイ発売日には、えー、ライブ音源全曲をまとめたアルバムも配信されますので、えー、どうぞお好きな形でお楽しみいただければと思っております。あのね、まとめのアルバムにはですね、あの、先生の部分の音源も、えー、入っているっていう感じになっておりますので、えー、先生も含めたライブのね、流れみたいなものを、えー、楽しめる風になっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 えー、そして、えー、7月15日から18日は、えー、ローソンプレゼンツ、懐かしいなリベンジライブリーセカンドが開催されます。イエイ、もう近づいてきたね。 えー、こちらは2020年に開催した懐かシーナゼップライブツアー2020-2021プリセカンドのリベンジライブです、えー。スタンディング、そして声出しありでライブをする予定でございますので、えー、ぜひとも楽しみにしていただければと思います。あの、ありがたいことにチケットを、あの、すごく順調というか、えー、皆様にご、ご好評いただいているようでございます。えっ、ー、と、おそらく、おそらく大阪公演はまだ、えー、チケット買えるのかなちょっと、この、 あのー、ラジオが配信されるタイミングでどうなってるかちょっとわかんないですけども、おそらく大阪はまだ買えるはずでございます。一般発売中でございます。東京はもうないかなもしかしたらソールドかもしれないです。いやでもありがたいですね。ありがとうございます。えー、こちら、あの、シャドウボクサーっていうね、あのー、あの、新曲を出しているんですけども、シャドウボクサーは、えー、初披露する予定でございますので、あのー、あれね、あのー、 ライブ、バンドで、バンドで初披露する予定でございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。どんな風になるんでしょうね。今から披露ソたちの、えー、顔が楽しみです。疲れそうだな、この曲。えっ、ー、とね、大阪公演はですね、あの、2階席以外はオールスタンディングとなっておりますので、えー、ぜひともよろしくお願いいたします。えー、こちら、えー、大阪ジェップナンバが、えーが7月15日。 えー、東京ゼップ新宿が7月17日と18日開演となっております。よろしくお願いします。7月18日は昼公演、夜公演、えー、2回公演ありますので、えー、頑張ります。よろしくお願いします。そして、えー、ダイアローグプレゼンツ、ツーマンライブ、ダイアローグ、ウィズに出演が決定しております。こちらは9月17日なので、まだもう少し先かな、えー、なんですけども、えー、7月14日23時59分まで、えー、キャニーメッセンコ受付中ということでございます。 えー、こちら場所は渋谷クラブクワトロです。よろしくお願いいたします。これもね、あのー、だんだんと、だんだんと見えてきました。うん、セトリもね、もうすぐ決まります。はい、何歌おうかな、楽しみですね。えー、ぜひとも、あのー、ワクワクしながら来ていただければなと思います。 そして、えー、こちらもうすぐです。7月8日月曜日、七夕期パンタ一周期頭脳警察55周年記念ライブに出演いたします。こちらも来週に迫ってきました。あのー、早々たる、えー、メンバーの中に懐かしいなが入れていただいております。ありがとうございます。 あの、こちらはですね、こちらはですね、えっと、渋谷デュオ、えー、ミュージックエクスチェンジという会場で、えー、やりますので、ぜひとも、あの、もし来ていただける方は来ていただければなと思っております。こっちもね、これもね、あの、もうだいぶ準備は大詰めでございます。頑張ります。えー、そして、えー、9月7日土曜日に、 声優×東洋大学朗読劇シャーロック・ホームズというものに出演させていただきます。え東洋大学の声優イベント同好会ファンたるもの。 という、えー、同好会さんが主催する朗読イベントになっておりまして、なんと、えー、伊藤美久ちゃんと一緒に、えー、朗読ができるということでございます。嬉しいでございます。しかもね、シャーロック・ホームズですよ。シャーロック・ホームズの冒険から、えー、まだらの紐という演目をやらせていただきます。えー、こちら9月7日土曜日の、えー、15時半開場16時開演ということで、国立市民芸術ショーホールで行います。 え懐かわしいなと、えー、伊藤美くちゃんが、えー、出ますよ。えー、私は、なんとシャーロック・ホームズをやるそうです。やったー、憧れのシャーロック・ホームズになれます。嬉しいでございます。なんか、朗読劇をやった後に、トークコーナーとか、ゲームコーナーとかもある予定らしいです。なんどんな感じなんだろうまだね、あの、台本とかもいただいてないので、ちょっとわかんないことが多いんですけども、えー、楽しみでございます。こちら、なんか、 企画、台本、翻訳、脚本、演出、運営、すべて東洋大学の学生さんが担当されるということなので、えー、あの、学生さんとのね、交流も楽しみたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ということで、えー、ちょっとね、本当にいろいろ やっぱね、夏にかけて、夏とか秋にかけてイベントがね、目白押しになってくるので、私も皆様も忙しくなりますね。今年も楽しい夏が過ごせそうですね。っていうところで、よろしくお願いいたします。ということで、ここからはボイスログパートです。それでは、どうぞ。15あんさ、夏川ね、かれこれ、10年以上、東京に住んどるんですわ。 10年以上は言い過ぎあ、まあ、でも10年近くかな高校を卒業してすぐに、状、ま、状況ってほどの距離でもないんですけど、まあ、千葉からね、あの、出てきて一人暮らしを始めたので、あの、もう、もう10年ぐらいか <laughs>。10年ぐらいね、東京に住んでまして。で、仕事もさ、都内でね、まあ、やることが多いので、で、スタジオとかね、いろんな撮影の場所とかさ、いろんなところって、と、都内に、 点在してるいろんな駅にさ、スタジオがありますから、仕事だけでもいろんな駅に行くし、まあ当然ながらこれまでね、住んだことのあるエリアとかもありますし、そうね、住んだことがあるエリアの近くでさ、やっぱ生活圏まとまってきたりとかするから、よく利用する駅とかさ、いろいろあるの。だからね、10年もいるとね、まあ、まあ大抵の、都内大抵のところは行ったな、みたいな感じなんですよ。 ねえ、そんな、そんな10年都内に住んでる夏川がですね、最近都内に対して思ったこと、思ったことなんだけど、池袋駅ってジャングルすぎない <laughs> 私、私、数あるターミナル駅の中で池袋駅が一番迷うかも。てか、未だに全容を把握しきれていないかも。 池袋駅で集合ってなったらちょっと嫌だもん。<laughs> 距離がどうとかそういう問題じゃなくてちょっと嫌だもん。絶対迷うから。え、池袋駅に行ったことある人はね、ぜひ想像してほしいし、行ったことない人はそうなんだと思って聞いてほしいんですけど、 池袋駅って、あの JR ね、JR の、あ、で、池袋駅って、JR も通ってるし、何が通ってるんだっけ福都新線もある、有楽町線もある、え、あと何通ってるえっと、え、た多分、ね、結構いろいろ通ってんだよ。福都新、有楽町、をえ丸の内も通ってるあと、あと西武池袋線っていうね、あのハ、ハリーポッターのさ、スタジオツアーのとこ行く、あの電車でしょ いろいろな地下鉄も通っててだからいろんな,んな改札表示が、ね、駅の構内にバーあるんですよ。バーるで JR だけでも出口改札が多分何箇所かあってうーんなんかね全体が半地下みたいになってて全部こう地下で完結してるのよ。 その一番上の部分に JR の乗り場があって、そっからさらに下ったところに福都心とか有楽町とかのホ,あのホームがあるところがあって、で、ちょっと外側に西武池袋線があってみたいな感じなんですけど、池袋の駅がね、一番ね、あの、なんだろう、目的地にたどり着けない率が高い。私だけ私だけなのかなあの、他の駅で言うと新宿駅とか、 渋谷駅とか、まあ、渋谷駅もまあまあわかんないけど、あそこは行くたびに、あの、男女の仕様が変わると言いますか、ローグライク的なところあるので、あそこは。と、難しいなって思うけど、でもね、池袋、あ、渋谷も新宿も、あの、表示がね、こう、目線を上に上げると、常にずっと、表示があるのよ。だから、新宿駅着いて丸の内線行きたいなって思ったら、上を見たら丸の内線こっちだよ、みたいな、 表示がね絶対にあるからそれに沿ってその表示を見失わないようにすればまあたどり着けるし出口もね書いて大体書いてあるからまあ南口行きたい人はこっち側行けばいいのね東口はあっちなのねみたいな大体わかるようになってると思うの私は。 から、なんか、まあ、まあ、単純に、あれかもな、普通に、こう、いろいろずっとね、新宿駅とか渋谷駅とか使う頻度が高いから、慣れてるっていうのもあるかもしれないけど、でも、まあ、わかるよな、ってる気がする。あの、初めて使う出口とかでも、まあ、迷わん。んだけど、なんかさ、池袋駅だけさ、あの、表示がさ、だから、池袋 JR の乗って、じゃ、例えば、改札から出て、有楽町駅に、有楽町線に乗りたい。 有楽町線の池袋駅に行きたいってなった時に、パッて見るでしょで、まあ、あるのよ。ある。あ,あ、よし。じゃあ、これに沿って、これを目印に行けばいいんだと思って、行くじゃん。で、ちょっと歩いたてで、ま、歩いて、あ、あ、この分かれ道どっち行けばいいんだろうパッて上見た時に、ないのよ。あれあれかえ有楽町線ど、どこ行っちゃったのど、どこってことこれ。なんか、 通路れれ道だけどこれどここうういいうとみたいな大体そういう時書いてあるのはねサンシャイン方面かえっとなんだっけ芸術劇場方面かみたいなその2つの案内しか,しかないのそうじゃなくって私乗り換えたいみたいななんかさありますよねありません私だけ私だけ池袋下手なのかな <laughs> なんかある程度さそのさ駅の中 に、駅の構内、構内って言わないのかあれ、駅のね、ホーム出て、まあ、駅のある建物内にさ、駅、駅ビルって結構いろいろ入ってると思うんだけど、池袋だけなんか駅ビルの種類多くないそんなことないのかななんか、さ、アトレみたいなのも入ってるし、なんか、あのー、なんだっけ、セーみたいなやつも入ってるし、 他にもなんかいろいろさ、聞いたことないさ、デパートみたいなやつが入っててさ、だからなんかね、何回行っても目印になるものがね、ない気がするんだよな。あと道もね、なんかね、あの、全部こう、5番の目みたいになってるんだよな。い、一本の大きい、こう、JR の出口があるところから、一本で、ふ、ふい道路が通ってて、それをなんかこう、左右に曲がれるみたいな、 木の枝みたいになって,てで曲がった先でさらにあの分岐があったりとかで曲が、曲がった先の分岐はそ,それぞれこう駅,駅ビルがこう入ってるみたいなで。どっかの階段上がると池袋のあの,あの、すっごい広いタクシー乗り場みたいなとこ出るみたいなイメージなんですけど、何なんだろうね、あの池袋の分かりづらさ。 これもあれかな私あんまり仕事とかで池袋に行くことがないか、池袋に通ったことがないんだよな。プライベートでもないし、仕事でも池袋に通うみたいなことがなかったから、単純に慣れてないっていうだけなのかなかもしれないですけど、でもなんか、やっぱたまに池袋ですって言われると、え、池袋なんですかってなったりとかする。<laughs> わかんなくなる。なんかそういう駅ありません都内のややこしい駅ランキング、なんか誰か作ってくんないかな <laughs> 個人的には、さっき言って池袋も結構やや,やこしいなって感じだけど、あとどこややこしいあ、飯田橋やだ。<laughs> 飯田橋っていうね、東京の駅が。 あって、えっ、ー、と、あれは場所的に言うと、秋葉原からちょっと行ったとこかな秋葉原から黄色い電車に乗ってちょっと行ったところなんですけど、えっと、飯田橋ってね、あのね、飯田橋っていうその黄色い電車の駅があって、神楽坂っていう東西線の青い電車の駅もあるのよ。で、えっ、ー、とね、飯田橋はなんかいろんな電車が走ってるのよ。黄色い電車もあるし、 えっと、あれ、飯田橋ってなんか、やたらあるよね。福都新線とかも走ってるし、東西線とかも走ってるし、待ってね、飯田橋、地下鉄、何が入ってんの飯田橋の地下鉄、何が入ってるのあ、南北線か。有楽町線と東西線と南北線が入ってんだ。で、えっと、JR があんのか。かこの4つが飯田橋駅だと、<laughs> 使える、乗り換えられるっていう、 話なんですけど、これがね、これ本当に実際ね、そこで乗り換えてみろやって話なんですけど、めちゃめちゃ遠いのよ。それぞれが。<laughs> 南北線と有楽町線はね、あの近いところにあるんですけど、東西線から有楽町線に乗り換えるとか、あとあれが大江戸線とも繋がってんだ。多分どっかで、別の駅で。有楽町線に乗り換えてみようとかって思うと、 とんでもない距離を歩かされるんですよね。普通に、あの、さ、乗り換えできると便利だから、あの、飯田橋乗り換えみたいなね、こう、仕事であっちの秋葉原とかの方行った後に、それこそ中野の方とかに戻らなきゃいけなくなったりとかした時に、よく出てくるんですよ。飯田橋乗り換えみたいな概念がね、出てくるんですけど、だから、ね、飯田橋のその、 トラップに引っかかったことがない人は何の、何の疑いもなく、その案内、案内表示とかね、乗り換え案内に沿っていくと思うんですけど、飯田橋で多分絶望すると思う。え遠くないって。もちろんね、その、その遠いっていうのも、折り込み済みでその乗り換え案内は出てるからさ、別に間に合わなくなることはないんだけど、本当にすごい歩かされる。一駅分ぐらい歩かされるんだよね。っていうようなことがあるから、飯田橋もね、なんか、あんまり、 あんまり使わないですね。<laughs> 言い直し乗り換えはなるべく避けるみたいなとこあるな。うん。なんか、そういう駅ありません逆に、逆に進んで使いたくなる駅とかあるあるかなあ、でも単純に私新宿駅はなんか、あの、お買い物とかも一緒にできるしいいなみたいな感じで、なんか使いがちだな。ちょっと時間余るし先に新宿駅行っちゃおうとかってなりがちかな。うん。 でも、基本的に人多いからそんなに寄りたかないけどね。寄りたかないんですけど。あ、品川駅の、あの、あの感じ結構好きだわ。あんまり行くことないですけど、あの、それこそね、仕事で、あの、遠征するときとかさ、出張ね、あの、するときとか、新幹線乗るようみたいなタイミングだったりとかすると、まあ、あるかな、品川行くことは。うん。 ですけどその時に品川のあのでっかいさあの通路あそこだけなんかちょっと外国見あるよね <laughs> 外国味あるしあの今今見ちゃダメなんだけどあ今ねなんかそういう目的での利用が禁止されてるはずだけど品川のね駅って JR がこうあって JR の改札出ると1本のすっごいでっかい道がドーンってあって。 であの上の方に広告にあのアメリカンビーフの広告があるのが目印なんですけどドーンってでっかいのがあってでっかいその川を、うん、と右側に行くか左側に行くかで出口が違うみたいな感じなんですけど品川だからさすごいたくさんのビジネスマンがねスーツ着たビジネスマンがバーって歩いてるの。でどっちに行く人もいるのよ。なんかそのえっと 何右側の出口から左側の出口に向かって歩いてる人もいるし、逆の人もいる。左側の出口から右側に向かって歩いてる人もいるから、なんかね、自然とこう、流れがね、右側に行く人の列、左側に行く人の列の波みたいなのができて、なんか本当に、あの、比喩とかな比喩じゃなくて人の波がね、できてることがありまして、で、それが特に、 通勤ラッシュの時間帯はすごい、私その時間帯に行ったことないからわかんないけど、綺麗らしくて、綺麗って言っていいのかなわかんないけど、まあそ、外国人とかからするとすごい珍しい光景らしくて、それをね、あの、一望できるカフェがね、あるんだよ。あの、品川の、あれ、アトレかなアトレかなんかの、あの、カフェかなに、あの、あるんですよ、その一望できる。あとね、あの、真正面からじゃないけど、横側から見れるスタバもある。<laughs> 屋根付きのスタバもありますねねだから、ねなんかね、もしかしたら最近はあのその撮影とかしちゃダメみたいなのがあったはずもしかしたら、うん、なんかそんなん見た気がするツイッターでそうなんだけどなんかそこはあんまりななんかなんだろう、まあ、毎日そこ使えって言われたらちょっとその,その一員になるのは私は嫌だなってなっちゃうけどなんかすごい光景だよね。天井すごい高くてさ ちょっとなんか外国の駅感あるんだよな品川駅って、うん、外国の駅かディストピア映画のワンシーンみたいな雰囲気があって、私はあの嫌いじゃないです、嫌いじゃない。<laughs> あのー、私千葉県出身なんですけど、千葉県のねあのまあ、千葉駅がまあ一個大きいターミナル駅がありまして、まあ大体その千葉駅を中心に えっと、外房線に行くやつ内房線に行くやつ、えー、黄色い総武線にね乗って津田沼とか行くやつみたいな感じでこうあの、まあ、乗り換え駅ですよがね、まあ、千葉駅っていう駅があってそういう位置づけの駅だからまあ大体高校生近所のね近隣の高校の高校生とかが学校帰りとかにあのカラオケ行くなら千葉駅だよねみたいな感じで使ったりとかする駅があって。 まあだから人通りがね、すごい多い駅なんですけど、私が高校に通ってた、えー、数年間はですね、ずっとね、千葉駅があの工事中だったの。今の渋谷駅みたいな感じで、あのここが綺麗になったと思ったら次はこっちがあの封鎖されて、みたいな。あの本当に行くたびに道がか変わってるみたいな。 感じであの常に道が狭い常にどっか工事してる音がするみたいなそんなね状態の千葉駅であの高校生活をね過ごしていたんだけど高校卒業してしばらくさ、まあ、千葉駅使わない生活になったんだけどさ久しぶりに千葉駅に行ったらそれこそ品川駅みたいなあの綺麗なね駅になってましたねなんかやたら天井高い場所があったりとか駅の構内にアリエがあったりとかね ななんんかそんなすごい素敵なあな感じになってました綺麗になってから私全然行ってないから今千葉駅行ってもあんまり馴染みないんだよなあの時の私の青春時代の,あのいや高校生活別に青春時代じゃないけどないけど,ない,けど <laughs> ないんだけど、まあ、高校時代によく通ってたあのお洋服屋さんとかお店屋さんとかは、まあ、大体多分その工事の時に潰れちゃってるかな、うん、多分潰れちゃってる気がする。 からねあんま今言ってもなんかちょっとその思い出の地は残ってるわけじゃないんであれなんですけどうんあるよねそういう駅の駅の思い出みたいな駅,駅に対しての思い入れみたいなやつありますよねうんやっうえ軍、ー、ネーム颯 F さん ニコニコ動画がサイバー攻撃からの仮復旧で2007年の人気動画がランダムで表示されるようになり昔見ていた懐かし動画がたくさん出てきました夏川さんが昔見ていて印象に残ってる動画って何かありますかはあ、こちらね。いや、大変なことになってるみたいですね。いやいや。あの、私で言うとね、あのファミツーさんでやってる あのずっとげがねあの、ニコニコ動画でも配信していた、ニコ生の方でもね、配信していたので、その辺のの、ね、影響がちょっと出たりとか、えー、していましたけども、そう、私、これ見たよ、2007年の人気動画が、ランダム表示みたいになってるやつ、ええー、そうなんだって、なんか思いがけず同窓会みたいになってるよね。<laughs> なんか同窓会ニコ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 のねあの何ニコニコで青春を送った人たちの同窓会みたいなつって面白いなって感じなんですけどただね私ね2007年はねえー、っと2007年って今からえ何年前になるのうーんと10え20年は前17年前ぐらい17年前ぐらいですかそうだね17年前ぐらいか。 17年前だと私多分11歳小5とかかな小5とかなんですけど小5はねパソコンはまあちょっとゲームやってたぐらいでニコ動はね見てなかったんですよその数年後になりますね私がニコニコ動画というものを知ってしまったのは <laughs> そうなんですよしかもねニコニコ動画も見てたけどあの YouTube もねその時からあったからね結構どっちも見ててどっちも見てて でもまあ大体その時は、あのー、ニコニコ動画のトレンドが YouTube にも流れてきたみたいな感じだからな。まあだからそう、2007年のね動画はね正直いろいろ見たんだけど、わかんなかった。ピンとこなかった。こんなあったっけって感じ多分見てなかったんだと思う。 そうだから若干ね多分あともう数年2010年あたりとかだとあのいやーってなる気がするもうあの頭抱える気がするあのあ見,た見たいけど見たくないみたいになるような気がしますねそうだから YouTube で見たのか YouTube で流行ってた動画かニコニコ堂で流行ってた動画かがちょっと覚えてない <laughs> 覚えてないところはあるんだけどそうだな有名なところだと私これパロディーもやったけど あの、外国のおじさんたちがひたすら笑ってる動画 <laughs>。私これシーナピーチャンネルでね、あのパロディしたことが <laughs>、シーナピーがパロディしてくれたことが <laughs> あって、あるんですけど、あのね、外国のおじさんたちだけじゃなかったかもな。なんかね、いろんな人が、なんか最初いろ、なんか笑ってる人がいて、で、その笑ってる人の動画を誰かに見せて、その人が笑うのよ、また。笑いを、 伝言ゲームしていくみたいな感じのどただ本当それだけの動画。謎だよね。なんか今思うとどういう意図で作られた動画だったのかわからないけど。でもね、とにかくそれがね、面白くて。途中でなんかね、あの、にょ、にょ、にょ,にょって、あの、笑い方がすごい独特なおじいさんがいたりとかして。そういうところでね、また笑えてきたり。なんか、なんか絶対笑っちゃうんだよね。ただ笑ってる人を見てるだけなんだけど、急になんか幸せな気持ちになって笑えちゃうっていうね。 あの、初めて見た時は大爆笑でしたし、あの、久しぶりに見ると全然まだ笑えるみたいな感じなんで、あの、ぜひ見てみてください。あの、私がパロったやつもシーナピーチャンネルにあるので、いつだったか忘れちゃったから探してください。はい。あの、ぜひ見てください。それは覚えてるな。あとはね、覚えてるので言うとね、私がもうニコ動とか YouTube とか見始めた頃はね、もう、ボカロだね。ボーカロイドが、 全盛期がもうどこか分かんないからあれだけどすごい流行ってていろんな楽曲があってその楽曲のミュージックビデオみたいな当時はなんか今のミュージックビデオみたいにアニメーションがぐるぐる動いたりとかはしてなかったですけどあのねイラストが1本でねこうあってちょっとだけ動く場所があったりとかしてであの下にさあの白文字の字幕がね歌詞の字幕が出てるみたいなそういうそういうやつよそういうやつ。 があって見てましたね見てました、うん、めっちゃ見てただからその頃に流行った楽曲の MV はあの懐かしいなって気持ちになると同時にああ見たくない絶対に見たくない恥ずかしいってなるあのもう同じ気持ちの人はいっぱいいると思うけどあのね何せ厨房ですからね <laughs> 中学生ぐらいの頃だから本当どうしようもない中学生だったんで。 本当にお恥ずかしい、えー、<laughs> 本当にお恥ずかしい中学生だったもんですから、あまり思い出したくはないでございますけども、ああ、そうだな。まあでも、まあ懐かしい動画ってことでね、ちょっとお話をすると、えー、マグネット。<laughs> はい、マグネット。はい、これはもう、今何人か頭抱えましたね。 多分私の同世代は同じ気持ちだと思いますよ。何人か頭抱えてると思います。いい思い出だけじゃないでしょう。マグネットに関する自分の黒歴史も出てくるでしょう。はい、出てきますね。うん、自白すると私はこのマグネットという曲をですね。これ私、マグネットが、えっと、ボカロので聴いた初めての曲だったんですよ。でね、えっと、初音ミックと、あの、ピンクの、えー、メグリりねるかかなメグりんででってる、めぐりねるかの、 えーっていうそのキャラクターがいてちょっと声がアルトっぽいのが「巡りネるかで」でソプラノっぽいのが初音ミクみたいな感じなんだけどそのねソプラノとアルトの2人の合唱曲なんだよね。うん、デュエット曲っていううのか、うんなんなで,すよそ,うでそれを当時の、あのー、友達にねこの「この曲かっこいいよ」みたいな感じで教えてもらってで衝撃を受けましてこんな世界があるのかと衝撃を受けましてそこからもうもう。もう もう本当に毎日のように聞いて。で、その教えてくれた友達とは、あの、学校のね、登下校を一緒に行ってたんですけど、登下校中にね、誰もいない道で歌ってましたね。マグネット、二人で歌ってました。うん。私が初電ミクで、お友達が巡り寝るか、たまに交代したりとかして、やってましたね。いやー頭抱えちゃう。なんで私自分でこんな、 恥ずかしめを、自分自身でこんな恥ずかしめを受けているんだろう。何これ何この時間 <laughs> セルフ罰ゲーム何これ <laughs> いやでもね、面白いよね、こういうの思い出すの。他にもいいろろいろいろ聞いたよ、その流れで。その流れで、あの、あの頃流行ってた曲は大体聞いたよ。えー、ロミオとシンデレラ。通称ロミシン。はい。はい、今何人か頭抱えました。はーい。 あれもうあんなに早くていや今思うと今ねあれあの曲を冷静に聞くとねめちゃめちゃ難しい曲だなって思うのよあんなに難しい曲をですねあんな恥ずかしげもなくカラオケで歌っていたことが本当に信じられません <laughs> お前はあの曲を歌いこなせるのかっていう本当に信じられませんはいねあのこれはある一定の層を指してしまう発言かもしれませんけども ボカロの曲ってすごいやっぱ高い曲多かったんよ。なんか今、今のボカロの曲、今の曲もたまに聞くけど、はね、そんなになんか無理、無理な曲ないんだけど、昔のなんか流行ってた、特に人気だったボカロの曲って、人間には、まあ、それがね、いいところでもあったからボカロの。もう人間じゃ歌えないでしょっていう音域の、あの、曲とか、速さの曲とか、 いっぱいあったのよ。それで言うと有名なのだと、ほら裏表、ああもう抱えちゃう。頭が頭が勝手に抱える。頭が勝手に関わっちゃう。<laughs> 裏表ラバーズ。<laughs> 裏表ラバーズって知ってます？はい。これもね、頭抱える人いっぱいいますね。きっとね。うん。なんかあれもすごいすごいかっこいい曲でね、あのー、とんでもなく早口な曲なんですよね。 あの、シャドーボクサーの A メロといい勝負かもしれない。うん。シャドーボクサーの A メロのをもうちょっと早くした感じをずっとかな。<laughs> 曲通してずっとやってる感じだったね。うん。とかね。あと、高いで言うと、音域が高いで言うと、あの、えー、はい。露心誘拐。はい。あらまあ、これはもう、ねサビがすごい高いんですよ。 <laughs> 急にオクターブぐらい <laughs> 上がるっていう <laughs> そんなことあっていいのかっていうねそうだから人間に対して書く曲ではないですよねボカロだから歌えるよねっていう楽曲でだからそういうその人間離れした楽曲をあのー、なんだろう,うボカロに歌わせるのがかっこいいっていう時代があって、まあ、別に今も別にそれやってかっこいいと思いますけどでそれを それを、その、その、そのマインドで書かれたボカロの曲を、当時の、えー、中学生とか、高校生とかは、あのー、でも俺出るし。いや、でも私初音ミクの声出んだよね。みたいな感じで、カラオケで歌ってたでしょ歌ってたよね。これ、これみんな、はい、これもう一旦ちょっと、はい、みんな、はい、今自分に正直になって、歌ってたよね。私出るんだよなー って思ってたでしょ露心誘拐の最後のやつ、最後のシャウト、出るんだよね、言うて。って思ってたでしょ思ってたよねはい。<laughs> はい。これもう、みんなで一斉に、一緒に、ね、夏川も頭抱えるから。<laughs> みんなで一斉に頭抱えるようね。はい。誰にでもあるよ、そういうことは。<laughs> いやー、なんかこう、歌えた気になっちゃってたんすよね。うん。<laughs> <laughs> そういう時期あるよねいやなんか甘酸、ま、っぱいのかなこれ甘酸っぱいって言ってんのかな酸っぱいだけかもしんないけど酸っぱいだけの思い出を思い出すなうんやっ,ぱにやっぱねそういうこうトレンドとかね流行りものの中心にあったのがやっぱ当時はニコニコ動画でしたねうんああれだなニコニコ動画で流行ってたやつあのほら え、マットって読むのあれ ?MAD?MAD? 私あんま、あれの文化にはね、あの、あんまりそれ見なかったから馴染んでないんだけど、あま、あれマットじゃないのかなあのー、男女,だんだん女だ、男 <laughs> 女男女がどうのみたいなさ、男女の並び方がどうのみたいなさ、歌あったよね。あれもなんか意味もなく何回も見てたな。先生男子が 何とかで遅刻してきますなんだってよーしこうやって並べみたいなやつ。あったよね。あったよね。<laughs> あれすごい流行ったよね。あれも好きだったの。かあと、なんか似たような感じで、あの、コンビニでおでん買う歌あったよね。<laughs> なんかさ、卵、卵一つ、卵だけですかみたいな。つゆは多めで、みたいな。<laughs> なんかそういう歌ありましたよね。あれもなんか、 思い出あるなよく見てた気がしますね、うん、そんなもんかな意外とでもそんなもんかもしれないのにコニコで見てたのうんでもやっぱボカロが多かったなボカロ関係の,あのあそれこそだからほら歌ってみたとかさね今でこそ結構よくあるね文化ですけど当時は結構珍しかっまあ珍しくもなかったか流行ってたからねみんなやってたけどあのなんか やっぱ一大コンテンツっていう感じ <laughs> だったかな。うん。なんかもうね、歌い、歌い手さんですごい人気の人とかいたもんね。うん。いや、いましたよね。懐かしい。懐かしすぎる。見てたな、ニコ動。ね。なんか、一日も早い復旧を望むばかりでございます。みんなの、みんなの頭抱える青春、ニコニコ動画。<laughs> おはよう、おはよう。皆様、おはようございます。えーっと、ちょっともぐもぐ、あー、やってた。大丈夫、よし。もぐもぐタイムなんですけど、今は。もぐもぐタイムしながら、ちょっと、ラジオを撮りますね。おしゃべりするんで、聞いてくださいませ。今日はね、朝から、 歯医者に行っておりましたで歯医者の帰りにお腹空すいたっていうか朝ごはん食べてないことに気付いたから朝ごはんを買って帰ってきて今モグモグタイムっていう感じなんですよあのあれいつだっけ去年か去年うんあおいしい去年ねあの親知らずを抜いたんですよ 何年越しっていう <laughs> 5年越しぐらいにずっと言ってた親知らずをね抜きましてもうね歯医者行くたんびにねあなたは親知らずが4本生えててこれはもういらない歯だから抜いちゃった方がいいですっていうテンプレートをゼリフを言われていたのでもういい加減よし抜こうと思いまして去年ね意を消して4本全部ね時間かけて抜いたんすよでそっからえ脳虫歯脳虫歯脳親知らず でやららせてもらっててもっまして定期検診をねずっと4か月に1回とか3か月に1回とかクリーニングとね一緒にやらせてもらってるんですけど今回の定期検診でも異常は見つかりませんでした嬉しいねいいのがさあの前までは歯医者にあの検診に行くとそのさっき言った 「親知らずが生えてますよこれは抜いた方がいいですよ」っていうテンプレート言われてたんだけど「親知らずを抜いてからはあテンプレートがね変わりましてセリフが変わってんのみんな」あのあ「あなたはすごくあの歯磨きを上手にやってくれてますねありがとうございます素晴らしいですね」っていうのとあとあの「歯並びがいいですね矯正されたんですか」っていう、えー、テンプレートゼリフがね褒めゼリフに変わって気持ちがいいです。<laughs> 気持ちがいいですねそ,うそんなわけでね今回も無事にあの歯医者さん四ヶ月に一回歯医者さんに行くクエスト無事終了いたしましたわあ、美味しい今日今食べてるご飯はコムタンクッパでございますうんうまだねコムタンクッパってちゃんと食べるの初めてだなこんなに美味しかったんだ なんかよく韓国料理屋さんとかあの焼肉屋さんとかでありますよねおなかね、うん、お腹は空いてたんだけど歯医者に行った帰りだったからなんかこうちょっと甘いもんとかさ歯に詰まりそうなもの買うのはじゃ若干ためらわれて。 せっかく磨いてもらったのにって、せっかくクリーニングしてもらったのにあんなに入念にって思っちゃったからちょっとあのは歯にも胃にも優しそうなものを選んでしまいましたこのタンクッパ美味しいです今日はこの後夕方から用事があって外に出なくてはならんのでそれまでに準備はせねばなって感じなんですけどまだ全然 朝だからもう,もうちょっと時間があるなっていう感じなんですよこうね微妙にこう時間がお家で空いてる時に何をしようかなっていう感じなんだけどいやー今日なんか今はやんでるけどなんか今日雨だし気圧がなんかぐちゃぐちゃだしなんもしたくないなーというのが本音でございます。<laughs> なんもしたくない <laughs>。 強いて言うならゲームしたい <laughs> ゲームしようかなって思ってんだけどさいやでも意外とあのもうね6月もねあの終わりますから7月になるとねあのリベンジライブがあったりとかあとあの頭脳警察のあのパンタさんのねあの一周忌ライブかなに 呼ばれれているるのでそれととかかもねあったりとかするし、まあ、リハーがね始まったりとかもするので7月は割とねいろいろ忙しくなるから今のうちに個人練習とかをしとくとあとが楽だよって今のうちに歌詞とかを覚え始めるとあとが楽だよって脳内の真面目な天使夏川さんは言っております。なんんちゃん 今暇ならそんなことをそんなお仕事をしたらいいんじゃないかしらってね「別にゲームは今じゃなくてもできるじゃない」って言ってるんですけどそうなんだよ分かっちゃいるんだよ分かっちゃいるんだけどでもなんかなんか気乗りしねえんだよな気乗りしない日ってあるよねやんなきゃいけないと分かってはいるんですけどもそうすると悪魔の私がささ,さ,さやきます「そうだぞ夏子は」 別にゲーム、ゲームじゃない。別に歌詞覚えだっていつでもできるじゃねえか。今日は乗り気しねえんだろ乗り気しない日にやっても頭に入らないんじゃないか確かに。確かに。それはそうだわ。乗り気しない日にやっても意味ないんじゃない効率悪いんじゃないなんちゃん、やめて。悪魔の言葉に騙されないで。今やるべきよ。後回しにしたって、いいことなんかないわ。 <laughs> これはちょっと悪魔優勢かもしれないな <laughs>。なんかね、あれなんですよねあの、舞台がね、5月に終わって、6月は、あのそんなにこう、 お仕事がね、詰め,詰めだったわけじゃなかったので、やったぜと思って、あの、なんかいろいろね、自分の、あの、プライベート的な予定とか、それこそね、病院とか、あの、行かなきゃいけないものとかを、いっぱい、こう、予約とかをね、して、友達と遊ぶ予定とかもいっぱい立ってて、みたいな感じで、まあ、楽しんだわけでございますけども、そんなことしていたらですね、意外と毎日忙しくて、うん。<laughs> なんかね、こう、そういう時に、あの、 そのなんうの予約とかをねこういっぱい入れてプライベートを充実させようとしてるところに限って意外と急にあの仕事がね入ったりとかありがたいことなんでいいんですけどとかしてねそれの準備とかがあったりとかいろいろであれ意外と意外と毎日騒がしいなみたいなね一日家でゆっくりする時間って意外となかったなみたいなそんな感じになっておりまして。 まあ、今日も夕方から予定はありますが夕方から予定はあるんですけどもまあなんか家でゆっくりできる時間久しぶりなんで大事にしたいという気もありつつどうしようかななんかあるあるじゃないですかわあ今月暇だなと思って暇だからっつっていっぱいい,いろいろ予定を入れて結果いつもより忙しくなるみたいなね 結構あるあるるですよねいいんですよ充実してたからいいんですけどよし逃亡読むかえー「グンネームマシュマロさんなんちゃんのライブまでに少しでも体力をつけようとプールに行って泳いできましたえもうプールとかプール開きとかもうしてんだ背泳ぎしたら後ろが見えなくて頭を壁にぶつけました大人なのに恥ずかしいなんちゃんに早く会いたいなーということでありがとうございます」 え、もうプール空いてんだねもうさ私さそのプール的なものってさえー、いつから行ってない中学のえっとねプールの授業があって強制的に入らなきゃいけなかったのは中学までだったんですよだから中3まではやってった入ってたはずそれ以降自主的にプールに行った覚えがないので <laughs> 高校の時行っっったたことあったっけいやないと思うなない気がする家族でもないんじゃないかだから多分私中3以降行ってないと思うんだよなプールだからね当然今あの水着も持ってないし <laughs> 多分最後に水着来たのスクール水着だし <laughs> だから、ね、プールの思い出もね中,中3で泊まってるんですけどなんか当たり前だけどプールって あるよね <laughs> この世界に存在してるもんねいやでもね最近ねちょっとねあの私がその好きなブランドだったりとか気になってるブランドだったりとかであの可いいその,そのブランドならではの水着とかをね出してたりするんですよやっぱ可愛いのよ水着やっぱなんかそういうの見るとこれを着るためだけにプール行きたいなっていう気にもならんくはないだってね 水着ってプールぐらいでしか着れないからねうわーかわいい欲しいってなるんだけどでも冷静になって「いやでもプール行かない」ってなって買わないことが多くてさうんでもなープールなー日焼けするのもやだしなーお水お水で髪濡れるのもやだしな <laughs> でもかわいい水着は着たいなー いやなんか可愛い水着をさいや別に何歳になってもいいか別に何歳になっても水着は着れるかいや分かんないですなんかこう私が今着たいデザインの水着をき着られるのってもう何年かしらとかちょっと思っちゃってさ <laughs> <laughs> 何歳になっても着りゃいいんですけどグンネームチーゴムさんとうとう関東も梅雨入りしましたね 私は水たまり対策に、晴れ雨兼用のパンプス、えー、湿気による髪の広がり対策にヘアミルクを購入しましたが、夏川さんは梅雨対策始めてますかうん。そっか。いよいよ、始まるんですね、梅雨が。なんか多分この、今年の梅雨きっと短いよね。なんかもう明けそうじゃない待って、もう6月終わるぜ。 7月になったらどうせ暑くなるしょ晴れかピーカンバレー続くしょ夏川さんの梅雨対策でいうとうん梅雨対策あんまりしないな私うん梅雨対策よりもその先を見据えて暑さ,暑さ対策を先にやっちゃうかも今年はもうすでにですねあの 帽子の中に入れる冷却シートみたいなやつあの首にさかけるさあの何冷蔵庫とかに入れとくと固まりようみたいなやつあるじゃないですかあれはもう去年から愛用してるんですけどそれの帽子の中に入れちゃうよバージョンがねありましてそれはもう今年も買ってしまいましたあのすごくいいんだけど すごくいいんだけど結構やっぱ分厚くなるから帽子の形変わっちゃうんだよねうんあと若干なんかあの <laughs> 頭が頭がちょっとこう何頭がでかい人みたいになるからちょっと使いどころは選ぶなって感じだけどでもやっぱ頭ねすごい頭頭ってさすごい汗かいちゃうじゃないですかそれがなくなるだけでねだいぶあの快適度は上がりますね あ、えー、グンネーム、アニさん。夏川さん。モナのセカンドアルバムが出るんですね。すごく嬉しいです。超日可愛くてかっこいいモナの新曲がもっと聴けるの嬉しいです。楽しみにしてまーす。ということで。ありがとうございます。そうなのよ。そうなの。あのー、ずっとね、やらせていただいている、あの、モナっていうアイドルのね、あのー、子がいるんですけど、ファンサーとか歌ってる子ですね。がいるんですけど、 セカンドアルバムを発売することが決定いたしましたいやーもうすでにね収録は、えー、全部すべて終わっておりまして、えー、私としてはもうあと発売待つだけだなっていう感じなんでございますけども8月だったかな8月に出ますあー今回めちゃめちゃレコーディングしてた <laughs> 新曲何曲だったんだろうっていうぐらい本当にね毎週毎週モナ歌ってたな っていいうぐらいね、あのー、たくさん新しい曲が入っておりますので是非楽しみにしていただければと思います、あのー、今回もねかっこいい感じの曲も入ってるしすっごい甘々なかわいい曲も入ってるしちょっとバラードっぽいのも入ってるしっていうので結構いろんな曲入ってると思うのででもこう一貫してねこうやっぱり歌詞がすごくこう伝わってきやすいというか、あのー、なんだろうな ストトレートにねその時の気持ちとかを歌ってる歌詞が多いからすごくこう共感できる人はすごい共感できるんじゃないかなと思いますので是非是非楽しみにしていってください何よりもあのジャケットがめちゃめちゃ可愛いですすっごいあざとい <laughs> 超絶あざといお前らの姫だったかなタイトル超絶あざといモナがいますので是非楽しみにしていてくださいあ グンネームつるさん。今日はお仕事がお休みなので、久しぶりに人から行ってきました。初めてシャドーボクサー歌ってみたけど、むずすぎるよところどころ噛んでしまったので、ちゃんと歌えるようになって、またリベンジします。夏川さんは最近カラオケ行きましたかってことなんですけど、めっちゃタイムリーだわ。私最近ね、久しぶりに、数年ぶりぐらいに人からに行きました。あのー、ほんとね、仕事が微妙に空いちゃって、 あのでなんか練習しなきゃいけないものもあったからああよしこれはカラオケだと思ってあのフリータイムで入りましてうんでもまあ練習はねあの早々に終わってあまあまあもういいかなっていう感じになってそんなにね根詰めてやっても仕方ないんで喉潰しちゃうしっていうのでせっかくカラオケいるしなんか歌うかと思っていろいろ歌いましたなんかさ人からのいいところってあの何にも気にせず選曲できるじゃん。だから なんかあこれ多分私しか知らない曲なんだよなみたいなさ友達にこれ言っても絶対伝わらないんだよなみたいな曲とかも入れられるしその自分のね好きなバンドの曲とかさ、うん、他誰も聴いてないんだよなみたいなバンドの曲とかも入れられるしあとは「ああ D メロ分かんない」とか「サビしか分かんない」みたいなでも一回歌ってみたかったんだよねみたいなやつとかも入れられるじゃないですかうん。かか逆になんかこう 流行りすぎて、世間で流行りすぎて逆に入れる友達の前で歌うの逆に恥ずかしいみたいなさ、めっちゃ有名な曲とかも、ちょっと歌ってみようみたいな気持ちで、軽い気持ちでね、歌ってみれるっていうのがいいですね。楽しいですね。その時にね、ちなみにね、入れたのはね <laughs>、あの、アイドル <laughs>。夜遊びのさ、 アイドルってね、めっちゃ有名な曲あるじゃないですか。さすがにね、あの、流行に疎い夏川さんも、アイドルぐらいは知ってるんですよ。アイドルぐらいは知ってて。でもあの、あの、サビと一番最初のラップみたいなところは分かるんだけど、そこ以外分かんなかったからさ、さすがに友達の前では絶対歌えないの。絶対歌えないんだけど、一回歌ってみたくて。<laughs> 私の、ね、好きなアイドルとかが鈴木愛理ちゃんとか、あのー、が歌ってたのよアイドルをねアイドル歌っててそれの動画見てわーかわいい私も歌ってみたいってなったから歌ってみたいなっていう気持ちはずっとあって歌ってみましたまあ一人だったからだから何って感じにはなったんですけどでも楽しかったなあとはねあのー、あんまりこれ皆さんに言ってない 初出し情報。ほぼほぼほぼ初出し情報なんだけど。結構私 VTuber 好きで。あの、結構ね、配信のアーカイブとかずっとね、流しながら。なんかさ、VTuber さんってさ、やっぱ声可愛いしさ、通るから、あの、なんか作業とかしてても話聞こえるんよね。だから、食器を洗いながら流してても、声がさ、つぶれないから、 今なんて言ったみたいなことがないからさすごい聞き取りやすくてでお話もすごい上手な人が多いじゃんだからねよくね見てるんですよあのアーカイブを見ることも多いしあの誰誰が好きかっていうとえー、これ言っていいのかなこれを言うことで何か何かさこう 何かかか私の世界が変わわってしまいそう <laughs> なんかかるこのさあの、ま、誰にも言ってなかった好きなものを公表することによって何か変わってしまうんじゃないかっていうそのさ自分一人で楽しんでいたものがこう変わってしまうみたいな恐怖あるやん今それなんだけどいやでもちょっとここまで言ったからねみんな気になるよねうよく見るのはあの最近はね,、えーとねしえー、合ってるかな「しゅんえーとね、春風っ」ラ「ラデンちゃん」。 春風だっけラデンちゃん多分結構最近のあの VTuber さんだと思うんですけどめちゃめちゃお話がね面白いのなんか美術の学校に通われてたのかな,なんか芸術方面の雑談がめちゃめちゃ面白くてなんか知識がねすごいたくさんある方だから話聞いてるだけで面白いあと声かわいいデンちゃんはね好きですねラデンちゃんがイブっていうね私もずっとゲでやったことありますけどゲーム実況してたことがあって。 それのゲーム実況を見るのがすごい好きでした。うん。あとはそう、あのカラオケの話から言,言ってるからさ、あのちょっと。それちゃったけど。普通にマリン船長好きです。<laughs> めっちゃ有名な宝章かな、宝章マリンちゃん。が好きで。そのね、カラオケでもね、マリンちゃんのね、びしょぱい歌ったよ、びしょぱい。えっ、ー、と、びしょぱい、びしょぱい言ってるから、なんだっけ、タイトル。美少女パイ列か。かな。うん。すごい有名なね。 なんかさ VTuber さんってさ曲もさ最近いっぱい出してるじゃんすごいのよなんかあの制作陣がそれこそアニソンアニソンとかねいっぱい書かれてるめっちゃ有名な作家さんとかが担当されてたりとかしてでね MV もねこれどんだけ時間かけ,かけたんだろうっていうぐらいのさすごい気合いの入ったねアニメーションがついた。 MV とかでだから上がると見ちゃうよね北、うん、マリーちゃんの最近出したやつなのかななんか何 k p o p みたいなダンスがすごいアニメーションのなんかダンスがすごいいっぱい <laughs> ついてるやつあれもね好きですねあれは何かあの歌っていうかなんかダンスが可愛くて。 なんかみんながさ踊ってみたみたいな感じでさ踊ってるの見て可愛いなって思うのが見てましたあとはペコちゃんだペコちゃんペコちゃん好きさだペコーラペコーラペコーの子ですねペコちゃんはなんかお母さんお母さんの話してるの切り抜きとか見て好きですね だからホロライブ3期生ってやつか3期生だよねの子は結構好きですねペコちゃんマリンちゃんあと誰見てるなんか大んかこうサムネにいたら再生しちゃうのはそのお三方ぐらいかなうんでさ大体いいさなんかさ VTuber のさ,のさ関連動画見てるとさ他のいろんな VTuber さんもわーって出てきてさ それでいろいろね派生してどんどん再生していってるみたいな状況なんですよ今いやーいい時代だよね本当に VTuber 好きです <laughs> 何の話だっけそうカラオケだカラオケ一人でカラオケに行った話だったんだあーでも鶴さんすごいいっぱい歌ってくれてる「シャドーボクサー」「ささくれ」「ファーストプロット」遠吠え「遠ぼえ」しかもでも全部90点じゃん90点台93点とかじゃん え、カラオケの祭典でさき、なんか、なんか私の記憶だと、なんか90いったら神みたいなイメージだったんだけど、なんか80、まあ、そこそこ歌えても80点ぐらいだよねみたいな。結構辛口だったイメージがあって、そう思うと、鶴さんめちゃめちゃうまいのかめちゃめちゃうまいのかもしれない。ぜひ、あの、自信持って。 オタクじゃないお友達とカラオケ行った時に夏川さんの曲を <laughs> 夏川さんの曲をあの布教してくださいませおグンネーム復活のプリンさん、えー、夏川さんの楽曲でハリー・ポッターの量の組み分けしてみませんか個人的にはグリフィンドール晴れの場テイクオーバースリーザリン悪者ウィルハッフル・パフ・ラフ・セカンドレイヴン・クローゆえにがしっくりきますいいねこれ <laughs> これ楽しいよね <laughs> ハリー・ポッターの量の組み分けねオッケーオッケーあのー、その話あれだわねあのー、ライブのねケーブルモンスターのライブ音源を EP03EP03?03? EP っていうふうにして、あのー、出しますよっていう配信が YouTube のね、あのー、動画があるんですけどその中でねなんか なんかこの組み合わせハッフルパフっぽいよねみたいな話をしました。その流れかな。塚川さんの楽曲、ちょっとじゃあ、ゃあ今パッと出てきたのが、じゃあアンチテーゼくんだね。アンチテーゼはね、うん、そう、ハリポタわかんない方のためになんとなくざっくり量の、あの、組み分けというかね、量の色、色をお教えしますと、 グリフィンドールはもうガッツリ主人公なんかあのジャンプの主人公みたいなやつが入ると思ってくださいうんあのなんだろう陽キャです陽 <laughs> キャ冒険心の強い陽キャ好,好奇心の強い、まあ、なんか主人公気質のやつが入ると思ってくださいスリザリンはまあわかりやすくビラン側というかうん、なんて言うんだろうなちょっとこうそうねあの主人公のライバルキャラとかちょっとクールなクール気取って でもなん,かなんか憎めないなみたいなそういう感じの人が入る量です。ハッフルパフはねうんとあのその他の組に分けるのが難しい子を基本的に全部ハッフルパフに入れるぜみたいなノリだったはずなんだけどイメージとしてはなんかあのちょっと不思議ちゃんとかうんなんか明るい不思議ちゃんかな。 明るい不思議ちゃんがハッフルパフに入るイメージレイブンクローは暗い不思議ちゃんが入るイメージイン <laughs> キャの不思議ちゃんとかあとまあレイブンクローはすごく優秀な量なので勉強がめちゃめちゃできる人とかあの勉学において優秀な人が入るイメージですね <laughs> うんそんな感じあれよねなんかあの ハリー,ポッター,のさハーマイオニーはめちゃめちゃ勉強できるからなんでレイヴン・クローじゃないのみたいな話がねハリー・ポッター界隈の中ではなんかあったような気がするけどなんかハーマイオニーは勉強もできるからレイヴン・クローとそのグリフィン・ドールで迷われた結果好奇心が強いとか,なんか冒険心があるとか野心があるみたいな理由でグリフィン・ドールに結果なってるみたいな話があったはずちょっと詳しくないからあれだけどなんかそういう感じです。 ってことでアンチテーゼアンチテーくんねなんかでもアンチテーゼくんちょっとなんだろう正義感というかさジャンプの主人公味を感じなくはないんだよなでもなんかそのジャンプの主人公くんがこうちょっといろいろあって闇落ちした感あるからスリザリンだスリザリンとグリフィンドールで迷われた結果のグリフィンドールかなうん 今はまだグリフィンドールって感じ。もうちょっと色濃いやつにしようか。色濃い。まあ、アンチテーズも色濃いけど、もっとなんか分かりやすい。じゃあ分かった。逆にグリフィンドール味のある人を探すか。めっちゃグリフィンドールやな、こいつっていう曲。うーん。あ、チアミーチアユーとかグリフィンドールっぽいかな。<laughs> ちあみチあゆー,ーとうーん主人公側っぽい感じで癖あないものばかりとかもまあグリフィンドールっぽいかなうんそうねその辺かな 他にもなんかいろいろ、あ、ロジルロジルロジックルーパーは、あの、ちょっと、グリフィンドールの悪いとこ出てますね。<laughs> ロジックルーパーはグリフィンドールのちょっとわ悪いとこかな。うん。あの、突っ走る感じというかね。こう、うん。正義君って感じがしますね。うーん。で、じゃスリザリン。スリザリンは、 私の曲結構スリザリン多いんじゃないあ、それこそ、あの、新曲の労働法音とかはスリ,スリザリンっぽいね。ブラフ2とかもスリ,スリザリンっぽいしね。曲のなんか、あの、歌詞とかもそうだけど、あれよね、なんかその、サウンド感とかもさ、こういうのって左右されるよね。サウンド感で言ったらさ、 羊たちが沈黙とかはさ、完全にスリザリンじゃない悪そうな感じだもんね。僕はゾンビとかは結構あれだな、歌詞の内容的にスリザリンだな。スリザリン多いな。<laughs> スリザリンばっかじゃねえか。じゃあ、ちょっと難しいところ。ハッフルパフ。あ、でもハッフルパフは、じゃない子みんなハッフルパフみたいなとこあるから。でもなんかスーパーダーリーとかはハッフルパフでいいんじゃないうん。 スーパーダーリーとか、あーコーリングロンリー消えないメランコリー、このあたりは、ライダーとかもハッフルパフでいいかもな。結構ケーブルサラダの中の人たちはハッフルパフになりそう。<laughs> なんかちょっと博愛的な精神がね、やっぱりちょっとハッフルパフ味あるんだよな。レイブンクロー レイヴンクローね。レイヴンクローか。頭良さそうみたいな。な頭良さそうな曲あったっけ <laughs> 暴論。頭良さそうな曲あったっけ <laughs> あ、まあまあ、ゆえにがレイヴンクローはちょっとわかんなくはないな。ミザントロープとか いやー、ミザントロープなんかスリザリンっぽいよな本奔放ストラテジーもう、スリザリン。まあ、スリザリンか、レイヴンクローで迷う感じだね。あ、グレープフルーツムーンとかはいいんじゃないあの、レイヴンクローって。うん、なんか、主人公味あるけど、グレープフルーツムーンって。でもなんか、ちょっとそうしておくには、 グリフィンドールに入れるにはちょっと葉成分が足りないというかさ陽キャ成分ちょっと足りんなみたいな感じがあるので、ね、サウンドの感じとかもやっぱりちょっとシャープなところもいっぱいあるからさうんレイ例ン,ンクローが一番少ないかもしれないなみんなとこですかねはい皆さんも是非組み分けやってみてください私の曲で組み分けうん。<laughs> <laughs> 15はい、ということで、ボイスルーパートでございました、えー。次回の配信は7月15日の20時の予定なんですけども、この日なんとあの、リセカンドの大阪公演真っ最中の、えー、時間なので、えー、時間を少しずらして21時配信にしたいと思います。 あのー、まあ、ね、ちょっと時空の歪みの関係ですぐにね、大阪公演の感想とかを伝えられないんですけども、えー、リハの様子とか本番前の様子とかもしかしたら話せるかもしれません。お楽しみにお便りは、ハッシュタグひよこの遠吠えをつけてツイートしてくださいね。それでは、バイナーンス解散